じゃあこんにちは。さあ、豊さん、はい、まあ、今年から新しい新天地で活躍してる選手って結構こと多いじゃないですか。特に現役ドラフトな、はい、まあ、それでいろいろチームを動いた、うん、まあ、選手の中で、まあ、結構活躍してるな、まあ、阪神の大竹もそうだし、はい、まあ、その中で、うん、まあ、打者で言ったらナンバーワンは細川だよな。まあ、そうです。 DeNA から中日に行ってな、今大活躍してます。よく出したよな、 DeNA な。湯田さん、ずっと、まあ、DeNA で細川選手をことあるごとに何か名前出したりとか、はい、うん、映った方が彼は活躍、いや、もう絶対そうだよ。いや、細川は打つ能力はすごく長けてるんだよ、うん、だからすごくいいんだよね、はい、ただ横浜で求められてたものっていうのは、うん、まあ、球場が狭いし、はい、まあ、ホームランというパワーヒッターで自分もパワーヒッターだというふうに思い込んでやってたんだよ、はい、少しレギュラー扱いで出た時もあるけども、はい、まあ、ほとんどが代打とか途中出場とか、うん、まあ、そういうことで打席をもらえるっていうことチャンスがあんまりなかったんだよね、はい、でその時にやっぱ彼は考えてたのは、やっぱここですぐホームランを結果を出さなきゃいけないということで、まあ、大杉さんの月に向かって打てって知ってる、うん、名言があると、はい、北斗七星に向かって打てみたいなになってたからなあのいやいや本当によ、はい、いやそのぐらいやっぱ彼の中では焦りはあったんだと思うね、うん、打つ能力はあるのにもったいないなと思ってて、体は強いしさ、はい、まあ、脚力もあるしね、うん、で肩も強い、補給という面ではそんなに上手い選手ではないけども、これは他行った方がいいなと思って現役ドラフトで中日行ったじゃない、うん、あ、中日行ったらある程度チャンスがあるのかなと思ってたら、まあ、田澤監督もね、はい、すぐ使ってくれて、うん、チャンスをものにしたよね。あ、そうですよね、うん、でビシエド選手がまあ外れてた時、そこからクリーンナップに座ってから、はいはい、現在なんですけれども、ホームランも6本、はい、で、現在2割9分9厘なんですけれども、月間打率としては3割6分、うん、まあ、ずっと3割ね、はい、キープしてたからね。これあの波なくすごくいいように見えるんですけど、あ、やっぱりね、彼はね、悔しさをバネにした、絶対できるはずなのにって自分を信じきってたよね、はい、信じきるし、その悔しさを中日に行って晴らすことができる、うん、逆境からの反撃だよ、はい、だからこれはやっぱり立派だよな。そうですよね。で何が変わったかっていうと、バッティングがやっぱこう北斗七星向かなくなった。おお、だってドームだからもう見えないから。あ、もうそうあ、そうか、ハマスタじゃないから。でバンテリンで、ね、力んでもしょうがないって、うん、完璧だったらいいかもわからないけども、力んでもしょうがないからっていう風にコンパクトになったよね。で中日に求められてるのはやっぱ勝負強いバッターなんだよ、うん、が一番評価されるっていうことは彼は学んだと思う、はい、そういう意味ではすごくバッティングもコンパクトに変わったよね。そう、 DeNA の時とは違う打ち方というか変わった。全然変わった。うん、まあ、和田コーチとね、はい、マンツーマンでやったかどうかわからないけども、煽り打ちっていうよりもちょっとレベルになってきてるよね。うん、だから安定してるんだよ、はい、うん、その分彼が持ってる長打力という能力は少し抑えられてるけども、やっぱ選手としたらやっぱホームランが出ない、率が残らないって言ったら使ってもらえない、うん、それも彼はもう知ってるんだよね、はい、だから率を残しながらある程度のホームランでいいっていう切り替えができてるよ多分。ただでも6本ホームランって言うんですよね。いや立派だよ現段階で。だってお前バウアーからお前2打席連発って、はい、右へ左へだから。すごいですよ。あいつはお前バウアーな何者だみたいな。そうそうそう、何者なんだじゃねえ、100年までお前そこにいたわそうですよね。いやそうですよ。ただじゃあ DeNA の時に例えば打ち方を誰かコーチとかが指導してくれたりとかっていう助言とかは。いやだからこれがね、やっぱりね、選手を育てるのに、うん、横浜スタジアムとバンテリンではやっぱ違うんだよ、うん、横浜スタジアムっていうのは本当は煽りでも2割5分でも40本打ってくれるバッターって貴重になってくれるわけよ、はい、でもバンテリンで40発打つって言ったら、うん、率は2割になるんだ、はい、それじゃ困るわけ、うん、やっぱ物の考え方っていうのは本拠地がどこであるかっていうことに、うん、やっぱ思考って変わってくるんだよね、うん、だから彼は逆に広い球場に行って思考が変わって良くなったという選手なの。
じゃあその行き先が中日で良かったっていうことですか。大正解だよ。ああ、他の球団よりも、うん、それとやっぱスカスカだったということ、レギュラーが、はい、でチャンスをもらえたということ、うん、でそのチャンスをものにできるだけのもの、成績を残したということ、もう全てがうまくいったね。だ、まあ、そもそもがポテンシャルある選手だっただけにってことですよね、うん、それはね、DeNA は本当にポテンシャルの高いバッターたちが多いから、はい、その中で一つのレギュラーポジションを取るっていうのはもう本当大変なことだったと思うよ、うん、ただ適材適所にやっぱり配置をしたい。でも細川が入ることによって、いやこれはまあ渋滞を起こすとか、うん、なんか打線が重すぎるぞみたいな、うん、なってくるとやっぱもうちょっと軽快に動けるやつを入れとこうかとか、うん、まあ、そういうことにもなるし、うん、だからなかなかやっぱチャンスは回ってこなかったよね。そうですよね。あ、だから中日って本当に良かったと思うよね。そうですよね。じゃあここから豊さんがさらに細川選手に求めるものっていうのはどこですか。いや、このままで継続だよ。あ、維持、継続、うん、継続、うん、やっぱ勝負強さも、ね、発揮してくれてるし、まあ、そこそこの長打も打ってるし、はい、だからもう継続だよ。 あとはもう丈夫なね、レギュラーのどんなことがあっても休まないという、うん、計算ができる選手になってほしい。多分あの今年初めてこのレギュラーでずっと試合にこれから出続けると思うんですけど、これ多分初めてだと思うんですけど、うん、そんな中で例えばスタミナだったりとか、あいつはへこたれないから大丈夫ですか。それだけの悔しさを持ってたから、ずっと胸に、あ、うん、それがすり減るまで彼は走り続けると思う、うん、いい選手っていうのは屈辱とかね、はい、ハンデをバネにしていくよ、うん、だからその一人だよ。どんな天才とかそういうことを偉人がいてもね、はい、過去を遡っても、うん、絶対劣等感を味わってるから、その人たちっていうのは、うん、細川もやっぱ DeNA にいる時にやっぱそういうことは感じてたと思う、うん、それを今バネにしてるから彼はへこたれない。大丈夫です。俺は信じてる。お、うん、じゃあ例えばですよ、であれだけいい戦力が実は DeNA にもともとはいたじゃないですか。じゃあ DeNA は細川選手は向こうで活躍しちゃったよと。 DeNA はそんなせっこい球団じゃない。よかったと思ってるよ、彼のために。あ、細川頑張れよって思ってると思うよ、うん、いやそんなせっこい、いいでいいみたいな言うかよ。え、ここまでできるんだっていう驚きは確かにあるかもわからないけども、はい、彼の実力っていうのは、うん、絶対あの認めてるわけだから、うんうん、だから全然大丈夫。大丈夫ですか、うん、ただね、はい、細川が中心になるよこれから。中日の、うん、うん、で4番を打ってくるかもわからない、まあ、今も4番を打ったりとかしたこともあるけども、はい、彼が中心に村松だとか福永だとか、はい、そういう人間が、うん、いい人材が出てきたよね、はい、村松なんていうのはサヨナラ2本打ってる、はい、で中日2回しかないのにそのルーキーが2本、うん、で大事な同点期に立浪監督が代打村松ってルーキーですよ。いやルーキーだから、うん、それを結果出して犠牲フライで同点にするとか、はい、で勝負強さがどん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 発揮されてきてる、はい、もうそういう選手が集まってきてる、うん、そうなってくるとやっぱ中日って変わってくるよ。そうですよね。だ今二遊間って、まあ、村松選手、福永選手どちらもルーキー、まあね、村松選手は明治大学からですし、福永選手は日本新薬から、まあ、社会人を経てですからオールドルーキーになるんですが、福永もいいよ、まあ、はい、ハール打つときは首がこう折れそうなぐらいこうやって曲がるから、それいやもうね本当にしつこいから、うん、それで今年のドラフトでもう言っとく、はい、立浪監督にもう言っとく、はい、明治のショート取った方がいい。誰ですか。宗山選手、広陵高校から明治、はい、なぜですか。抜群だから、守備、ああ、うん、まあ、守備もうまいしバッティングもいい、はい、これを取ったらね内野手は完成する。おで田中が手術から戻ってくるし、はい、おっしゃらね内野はもう心配しなくていい。内野この4人でいけるってことですか。いけるけど外野は細川がいる、はい、岡林がいる、はい、絶対取った方がいい。そしたら理想となる内野が出来上がる。いわゆるこれから中日を背負っていく内野が出来上がる。そう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 、うん、絶対強くなる。あ、そうなの。あとはキャッチャー。ああ、今木下選手ですもんね、うん、ほぼ一枚で やらなきゃいけないような状況の中で、はい、これからの育成も兼ねて、うん、まあ大学ぐらいかな、まあを取った方がいい、うん、
楽しみだぞ中日は。そうです、ね、こうなってくるとやっぱ軸が細川になってくるっていうのがいいじゃない、うん、それがそうですね、大きいというか、うん、いやだからもし中日が細川選手を取ってなかったらって考えると今どうなってたんだろうっていう。知らねえよそれどうなってました今。まあな、まあ代わりは出てきてると思うけどもね、うん、でもそこにやっぱチャンスを与えられた細川がやっぱ取ったということで、石川がいる、うん、ね、村松福永がいる、はい、ね、であのドラフト1位で、はい、1位だぞ宗山選手、取る、宗山選手、取る、うん、もうこうしたら内野は完璧だな。おお、だ黄金時代の、あのアライバーコンビみたいな。ああ、もうそれ以上になるかも。それ以上になりますか。いやいや、それ以上になるかも、可能性がたくさん残されてるということ。この細川も村松も福永も勝負強いんだよ、はい、で今まで中日でいた選手っていうのはさほどそこまで勝負強い選手っていうのはいなかったんだよ、うん、でもこの3人今のところ勝負強いよ、はい、間違いなくその明治の子、はい、もう絶対勝負強いから。おお、絶対大丈夫よ、もう立浪取ってくれそしたら中日がね来年から楽しみになる。ああ、そうですね、絶対そう。これからの新しい選手たちに期待して新しいドラゴンズを強くなっていくところを見ていきましょう。くじ、うん、で多分宗山になると思う。お、え、じゃあ他も、他も多分行くと思う。じゃあ立浪、そしたらもうこうやって手突っ込んでペン持っといて、うん、交渉権書き取って自分で書いて出すべきこの中でもう他の人のところパカッパカッって破ってもうそのぐらい取らなきゃいけないですそうなんです、ね、だからホームランとかホームランバッターとかパワーヒッターとか、うん、もうそんな考えなくていい、はい、必ずショートはそれで埋まるから。わかりました、はい、はい、細川よかった。そうですね、はい。